校ダンス部は2年生29人、1年生45人の計74人で毎日楽しく活動しているそうです。主に夏と冬に行われる大会に向けて毎日練習を頑張っているとのことです。先ほどの作品は民族という作品で、今の2年生が1年生の時に初めて作った作品だそうです。はい、ということで一番高校といえば去年の開校祭でダンスが出演していましたよね。いました、いました。めっちゃ良かったですよね。盛り上がりましたね。はい、今日はそんな一番高校ダンス部を取材していきたいと思います。せーの、はい。はい、ということでダンス部の活動場所多目的教室に着きました。早速入ってみましょう。それでは早速インタビューしていきましょう。ダンス部部長のリカさんです。こんにちは。今は何の練習をされていたんですか？今は開校祭で披露する演目を練習していました。振り付けとかはどうされているんですか？今回、発表する現状はパートごとに分かれてみんなで一つの作品を作りました。皆さんに楽しんでもらえるように頑張ります。次にインタビューするのはダンス部のムードメーカー、すみのさんです。こんにちは。では、市川高校ダンス部の魅力を教えてください。はい、学年の垣根を越えてすごくすごく仲が良く、互いに高め合えるところが魅力だと思っています。そして何よりも、すごくすごく楽しいのが最大の魅力です。そうですよね、盛り上がってますよね、ダンス部。はい、実は高校1年生だけが出れるダンススタジアムの東日本大会で4位をいただきました。すごいですね。それってまさかオープニングで披露していた作品ですか？そうです。あ、キレキレでかっこよかったですよね。では開校祭の意気込みをお願いします。はい、高校生らしいファッションで横浜を楽しませます。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、市川高校からお送りしました。しんぽんさん、ありがとうございました。今ご覧いただきましたように、市川高校ダンス部は毎日楽しく活動しています。次にお送りするのは YOASOBI さんの群青とアニマさんの夏のどこかへです。群青は昨年日本テレビさんの情報番組スッキリにて行われましたダンスワンプロジェクトでに出演した際に披露させていただいた曲です。夏のどこかへはとても盛り上がる曲なので、高校生らしく明るく仕上げてきました。今回はこの2曲を続けて横浜開校祭バージョンで披露します。会場の皆さんも YouTube 配信をご覧の皆さんもぜひ一緒に盛り上がりましょう。それではどうぞ。
市ヶ尾高校ダンス部の皆さん、どうもありがとうございました。息の合ったダンスを披露していただきました。ではここでご来場の皆様に